皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。皆さんはマスクされますか？こういうね、使い捨てのマスクです。マスクって風邪や花粉症の時期によく使いますよね。あと子供だったら給食の時とか使うのかな。けどこのね、耳にかけるゴム、これってずっと耳にかけてると痛くないですか？痛いですよね。もう痛い前提で話を進めますけど、私このゴムがねすごく痛いので、耳にかけるときはティッシュをこう半分に折ってくるくる巻きつけて、ちょっと柔らかくして耳につけています。けどね、そのまま外に出るわけにはいかないじゃないですか。さすがにね、恥ずかしいわけですよ。そんなわけで今回はこのマスクの耳が痛くならないものを作ります。もちろん100円の商品でね。ということで今回の商品はこちら、耳が痛くなりにくいシリコンイヤーパッド。これ本当はねイヤホンに使うんですけれども、もうこれほぼねマスクの耳当てに使えるぞっていう商品です。ちなみにイヤホンってまあ私は iPhone 使ってるのでこういうタイプなので、これってこの絵に描かれているようなこうすると合わなくなっちゃうわけですよ。耳にかけてこう入れちゃうと。なのでこのタイプは耳に差し込むタイプですね。そのイヤホンで使えます。一応ジャンコードと型番読んどこうか。4984831052529、株式会社クルーが発売されていますが、セリアで売られていました。ということでこれが耳に当たるので、ここの部分にねゴムを入れればいいっていうだけの話ですよ、ざっくり言うとね。ただしですよ、これそのまま入れると耳の穴の中の部分にちょうど当たるので、こうねこうするとほらこの部分が邪魔じゃないですか。こうなっちゃうから、だからここを切ればもう万事解決ですよ。はい、適当に切ってると思うでしょ。適当に切ってるんですよ、はい、それで、ここに入れると。確かね、耳当ての商品がね確か600円ぐらいで売ってるとは思うんですよ。ただね100円で作れますよっていう話です。はい、はい、完成。これであとは微妙にね実際使うときに耳の位置に合わせてかければ OK ですって感じです。痛くない。ということで今回の動画はこのマスクの耳当てを作るでした。